はい、こんにちは、こんばんぬ、リオララです。あー、ついに、ついにいいのかな。あ、心臓変な音鳴ってる。ちょっと待って、聞いてみる、心臓の音。あー、ほら、もう変な音鳴ってんもん。掛け持ちします。まだ分からへん、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 まだ分からへんで、掛け持ちでも、思想、仕掛けです。まあ、私は、一途とか、一筋とかよく言ってるけど、別に、それにこだわってるわけじゃないね。自分は絶対一筋じゃない、自分は絶対一筋じゃないとあかんと思って生きてるわけじゃないから、ただただ好きなのが一つっていうわけであって。けど、ついに見つけてしまいました。なので、本日より、ちょっと、まだまだにわかではあるんですけども、掛け持ちしたいと思います。では、その、掛け持ち人物を言いたいと思います。まあ感づいてる人は感づいてると思うんですけど、キキララちゃんとコゲミを掛け持ちしたいと思います。ダメですか。ダメですか。ズコーってなった人もおると思いますけど、私の話を聞いてください。私はもうずっと昔からララちゃんのね、単押しをして、まあ、キキ君ももちろん好きなんですけども、キキララちゃんオタクなんですけども、ついに、かわいい。どうしよう、ララごめんな。ごめんな、かわいいわ。うん、こいつかわいいわって思ってしまったキャラクターに出会いました。それが、この、コギミュンちゃんです。なんか、今、ファミマでサンリオくじやってて、で、お、サンリオくじやろうと思って、キキララちゃんのお皿とか、なんかキキララちゃんのものがあったから、よし、キキララちゃん目的でやろうと思って、一回だけくじ引いてん、ファミマでな。パッて引いたら、コギミュンの、このこれ、ヘアバンドやってん。その時は、っていう気持ちよ。複雑よ。あ、キキララちゃんが良かったなと思って。で、なんか手に取ってみたら、なんかすごい、可愛いみたいな愛着湧いて、で、家でもつけててんけど、すごい愛着湧いて、なんかちょっと、なんかキキララちゃんじゃないから、その、浮気してる気分になりつつ、ヘアバンドつけてみたら、すごいなんか、可愛いなお前ってなって、今日ドンキ行けば、いつの間にかこれ買ってました。ふわふわ、ほんわか、みたいな感じの雰囲気がもう可愛すぎて、ザ・サンリオって感じで。で、もうずっと、ごめんなさい。ずっとキキララちゃん一筋やってんけど、これからちょっとコギミュンのグッズも、まあ、ちょっとずつなんやけどな、集めていきたいと思います。あ、で、正直ね、コギミュンがララを越すことはないんで、やっぱり、どうしても2番目になっちゃうけど、でも、初めて、ララ以外のキャラクターでいっぱい集めたいって思ったキャラクターができたので、また金かかるな!また金かかるぞ!副担、うん。ララ神担。コギミュン副担みたいな感じです。はい、デシュまあね、この動画見てくれた人は、いや、なんかゆうとくんと誰かを掛け持ちすると思ったっていう人もいらっしゃるかもしれないんですけど、もうあえて言わせていただくんですけど、私別にゆうとくんと誰か掛け持ちする可能性全然あるんですよ。これがまたおもろいことに、一生ゆうとくんだけですとか言ってるけど、実際分からへんからな。正直ゆうとくんのことを降りるっていう可能性は絶対ないとは、もうそこは言い切れちゃうんやけど、ゆうとくんと誰かを掛け持ちする可能性は全然あると思う、今後。もしかしたらそれがもう半年後かもしらんし、明日かもしらんし、まだまだ先かもしらんけど、人生何が起こるかわからんからさ、やっぱり新しく出てきたジャニーズとか、もうなんなら、平成ジャンプよりも先輩のグループで、この人どうしよう、好きになりそうって思う人現れるかもしらんやん。でも私はゆうとくん一筋やから掛け持ちしたらあかんっていう、その気持ちになりたくないっていうか、せっかく好きになれた人はやっぱり応援したいやんか。だから私がもしゆうとくんと誰かを掛け持ちする日が来ても、その時はその時で受け止めてくだされば嬉しいです。でもさ、サンリオは置いといて、ジャニーズで掛け持ちしてる人って結構おるやんか。私の友達でも結構掛け持ちしてる人多いんやけど、正直ね、いいなって思う部分がすごい多い。私はほんまにもうゆうとくんだけのことが大好きで、ゆうとくんに、まあ、たくさんね、楽しみをもらって幸せになってるけど、掛け持ちすると、もう一人好きな人が増えるわけやから、楽しみの数がもう倍になるわけやんか。だから、すごい、羨ましいなって思う。まあ、その分ね、デメリットで言ったらやっぱりお金がかかっちゃうとか、なんか、結構病んじゃうと思う。あ、一人に絞った方がいいんかなとか、こういうなんかどっちも好きっていう自分が嫌っていう人結構おると思うねんけど、
そういうやんじゃうみたいなデメリットとかはあると思うねんけど、でも正直ちょっと羨ましいと思う。実際私も中学生の時3人と掛け持ちしててめっちゃ楽しかったけど、めっちゃやんだ。もうだからほんまに掛け持ちの人の気持ちも超わかる。その時はもう大変よ、もう大忙し、あーこあっちもアルバム発売、あっちこっち CD 発売、あーツアー決まった、あー公式写真発売、あーとのパニックパニック金飛んでいきます。やったけど、今思えば楽しかったとは思うけど、そうやけど病んでたな。今はまだゆうとくん以外に気になる人とかこの人好きって思う人はおらんねんけど、いつか来るかも知らん。それがジャニーズじゃないかもしらんで、政治家かもしらん。そりゃもう誰も分かれへん。あ、でも、気になるとかじゃないけど、応援したいなとか、いう、タレントさんはいます、そういえば。二人、鈴木福くんと寺田心くん。この二人は、俳優さんの中で、一番好き。はい、ということでね、本日はね、ついに私が、ちょっと掛け持ちをし始めた、という動画でした。っていうのと、もしかして私が、ジャニーズ内、もしくは、俳優界隈とか、K-POP 界隈とかも分からへんけど、ゆうとくんと誰かを掛け持ちする日が来るのかもしれないです。まあ今んとこね、もう全く予定はないですよ。もうゆうとくんしか勝たんっていう状態やけど、ゆうとくんと感想俺しか勝たんとか2年後ぐらい言うてるかもしらんからな。ということで、ご報告動画でした。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。で、以上リオララでした。バイバイ。